4月下旬のある日、日曜日土曜日なんです。時間がですね2時半ぐらい、昼間なんですけど、41度で、多分着いたな、停電したんで、外に来ました。でジーラとか、ビスレリのジュースとか冷蔵庫のあるお店に来たんですけど、今日お休みなんです。休んでてどうしようかなって今思ってるところです。で、40度超えてるのにやっぱ停電されるとですね、室内は本当に苦しいということで、結局お店閉まってるんですけど、日陰だし、座れるのでずっといたと。でここにちょっと近く行ってみましょうか。すごいね、動画回し始めたら止まっちゃったんですけど、多分これを撮っても怒られないと思うから撮りますね。この緑色の物体、さっきまでガラガラガラって鳴ってたんですけど、動画を撮り始めてすぐに、ここのゲストハウスのスタッフの人が止めに来ましたけど、これね、これ何かというと、自家発電機なんです。で、これ今、ここは民家じゃなくてですね、これね、は、があるところは、これゲストハウスです。なんで、昔はゲストハウスに泊まると、停電すると、暑くて死にかけた。エアコン付きのところを泊まっても、停電すると逆に密室で暑くて死にかけたなんてこともありましたけど、最近はゲストハウス級でも、こういう自家発電機をですね、持っているところがあって、停電になると、自家発電機を動かすところも結構あります。ガソリンだと思います。ガソリンで動く、自家発電機です。ちょっと今、停電になったら取りに来ました。動いてるの、わかります?今動いてる音が取れてれば、これですね。パワージェネレーション。結構大きいですね。オートリクシャ1台、ちょっと大きいぐらいの、自家発電機、ガソリンで動く自家発電機が、停電中は、ゲストハウスは回してます。真夏、まだ5月になってですけど、40度オーバーでも停電すると、冷蔵庫のある、ジュース屋さんに来るしかない。パワー、カムバック。あ、そう。別の冷蔵庫のあるお店に来ましたけど、見ていい？誰もいない。勝手に見ちゃうけど、復活したので、キャヘ、ソーダヘ？ソーダってヘ？ないない。タンディソーダヘ？冷やしてるかな。サンキュー。これゲットな。すっげえ汚いな、これ。20ルーピーで、お金探し。すっげえ汚いですね。まあいいや。ソーダ買ってみました。今日はソーダ。もう寝たないっすよ。で、ソーダってただの炭酸水です。で、インドは結構昔からあるんですよね、ソーダ。いや、今日はちょっとスマホなんで手ぶれてると思います。プシュッと言ったね。慌てました。ボコボコ言ってます。炭酸ちゃんと入ってました。古いからどうかなと思ったけど大丈夫そうです。すごい冷えてて、喉越しだけは、ビールですね。喉越しだけですよ。アルコールもない、味もない、喉越しだけを楽しみたかったら、ソーダ。
たまに、もうビールが飲みたいけど酒はないという時に飲むんですけど、僕はもともと日本でもノンアルコールビールの愛飲者だったんで、ソーダはどっちかというと好きなんですけど、喉越しっていうかね、甘くなくて喉越しだけ楽しめるのはソーダいいですよね。ソーダインドでも結構売ってます。でもうね、20何年前にインドを初めて旅行した時に、西洋人の人、多分ヨーロッパの人だと思うんですけど、アメリカ人ってあんまりいなくて、フランス人が一番多くて、フランス人、ドイツ人、イタリア人とか、で、カナダ人、オーストラリア人か、西洋人の人多かったですけど、結構道端のコーラ屋さんとかで、僕がコーラとかね、スプライト飲んでると、白人さんは結構ソーダを飲んでるの人がいて、だって味ねえじゃんと思ったんだけど、白人さんたちが美味しそうに飲んでるのを見て、僕も初めて飲んでみてから、なるほどと、喉越しだけ、甘くないけど喉越しだけを楽しむには、ソーダ悪くねえなっていうので、初めて、インドで僕初めてソーダをそのままガブ飲みするってことを覚えたんですけど、西洋人の方、フランスかどっかにありますよね、スパークリングウォーターですか。ということで、僕も、日本だったらノンアルコールビール、キリンフリーとかはいいんですけど、インドは、あるんですけど、そんなに売ってないので、炭酸水を、暑い時に、この時期、冬は飲みたくならないですけど、炭酸水を、停電が、終わったタイミングでちょっとお店に来てみて飲んだと。停電のタイミングと、バックパッカーの白人さんが結構意外、よく飲んでいるのを見かけるインドのソーダでした。 500cc で20ルーピーでしたから、コーラがこのサイズだと45ルーピーですから、20ルーピーだから大体半分ということです。30ですかね。 750cc で750ミリで30円のインドのソーダでした。比較的どこでも売ってます。甘いのが嫌だけどなんか喉越し楽しみたいときは、暑いインドでは悪くないかもしれません。インドのソーダでした。